ジュゼッペ・トミンツ、スロバニアナ、ヨージェフ・トミンツは、イタリアの画家である。主に当時、オーストリア・ハンガリー帝国の領土であったカルニオラや、クロアチアで働いた。優れた、肖像画家として知られている。スロベニアとの国境のイタリアの町、ゴリツヤで、鉄製品のイタリア人商人の息子に生まれた。父親の遠い先祖は、スロバニア人であったとされる。 ゴリツヤのカトリックの修道会、エスコラピオス修道会が運営する学校で初等教育を受け、そこで最初に絵画を学んだ。地元の画家から絵の教育を受けた後、1809年にローマに修行に出て、バッツァーニの下で学び、アカデミアディサン・ルカの学校で学んだ。1814年に絵画の賞を得た。1816年に結婚し、 1818 18年に家族と孤リツヤに戻った。1819年はウィーンに住み、1821年から1823年は現在のスロベニアのリブリアナで暮らし、展覧会を開き、貴族や上流階級の人々の肖像画を描いた。その後もトリエステや孤リツヤで働いた後、現在のスロベニアの西部、グラディスなどプリバーチの2屋敷を作って住んだ。 息子のアウグストとアルフレードは画家となり、トリエステのレボルテ・ラ・美術館の館長も務めた。ライモンドとミンツは音楽家、昆虫学者、植物学者として知られている。ありがとうございます。